皆さんおはようございます。今日は7月の26日月曜日になりました。今週1週間どうぞよろしくお願いいたします。今日の一品はちょっとお待ちくださいね。材料をパプリカシリーズパプリカとあとゴーヤ、これはあのうちのスタッフが育てたゴーヤです。あのいただきました。お家で育てたっていうかわいいこんなゴーヤでした。品種なんでしょうね。で卵で卵とじをしていきたいと思います。ほんとシンプルで簡単なんですがとても美味しいです。で塩コショウ、味付けは塩コショウ、ブイヨンを入れてもいいんですが、美味しいあの野菜が入ったので今日は何も入れません。では早速で、お鍋に油をちょっと敷いて、で先にお野菜から炒めていきます。でこのパプリカは土からいろいろ研究してですね、美味しいパプリカになったということで、土がすごくなんかキーワードだそうです。ちょっと実際育ったところを見てないので、ぜひ見に行きたいななんて思ってます。強火にします。あとはひたすら火が通るまで炒めます。とてもいい匂いがしてきました。香りがしてきました。パプリカはナス科の食品でもありますし、ナス自体は体を冷やす食べ物ということで夏にぴったりな食べ物です。でこの赤と黄色、ブルーで、ブルーじゃないな、緑、食欲をそそる色ですよね。こんなんですね。シャキシャキ感がで、ここにお塩小さじ1杯かな。で、胡椒をブラックペッパーです。で、ここにお肉でもいいんですけど、今日はお豆腐を入れていきます。これ絹ごし豆腐です。水切らなくてそのままこうやって入れちゃいます。こんな感じですね。でここで水分をちょっと飛ばしていきます、はい、で卵にちょっと塩を入れまして、あとは閉じるだけです。閉じるとか、
ここに、まあ、お鍋はこんな感じです。お鍋こんな感じです。でここに卵をひゅるひゅるひゅる、半分は絡めます。でここに何だろう、香り付けにあの醤油を垂らしても美味しいかと思います。あとだし醤油とかね。であと半分は上によいしょ、これで蒸らして、おう、これですね。でちょっと蒸らします。はいですね、ですね、先週から今週1、2、3日、4日、あの筋トレもお休みしつつ、あの歩くのも休んでたもんですから、体重がなんと2キロぐらい増えちゃいましてですね、そんなに食べてるつもりもなく、でも夜ちょっと食べ過ぎてるかなっていうような状況で、また今週からあの運動しつつ食事も気をつけながら、少し体重を絞りつつ筋肉をアップしていきたいなと思ってる実行していきたいと思います。はい、でひまわりもだいぶですね大きくなって、まだあのお花は咲いてないんですが、そちらも楽しみです。じゃがいもはあのちょこちょこみんなで食べてますまだもうちょっとあるかな。でプチトマトもあの1個枯れ気味なんですけれども、もう1個は元気で、今日も赤く3つ4つなってましたね。はい、どうかな、おいい感じ、あいい匂いする。あここにですね、かつお節とか入れてあげるとすごく味がまた良くなります。はい、よいしょ、こんな感じです。あ失礼しました自分だけすごいいい匂いです。こんな感じです。では盛り付けていきたいと思います。お皿お皿、レードルがないいか、これでちょっとレードルがないと盛り付けでね、盛り付けで、レードル、レードル、よいしょ、こんな感じです。すごい美味しそう、自分で作って美味しそうっていうのもなんですが美味しいです。ほんと塩と胡椒しか入ってませんが、もう素材が美味しいので、でちょっとお待ちくださいね。こんな感じですね。はい、美味しく出来上がりました。では今日も背筋を伸ばしてですね、しっかり口角上げまして、いい空気いっぱい吸って、今週も皆さん頑張っていきましょう。ではまた明日、ごきげんよう、さようなら。